ひめかです。アリアです。ピンク、ラテ、ティー、ミー、始まるよ。イエーイ。今日の企画はスマホの漏れるアプリ紹介です。じゃあひめかから紹介していきます。一つ目がこのスノー、知ってると思うんですけど、いろんなこういうやつがあるんですね。スノー自撮り対決っていう企画したんですけど、それ見れば多分いろんなのがあるってわかると思うんですけど、これで一回二人で自撮りをしたいと思います。どれ、いっぱい可愛いのがあって、なんか動物が多い。じゃあ一番盛れると思うクマちゃんでやっていきたいと思います。いい感じ。うん、はい、こんな感じです。スノーすごく画質いいと思います。スノーは多分誰がやると思う。2つ目がおすすめのアプリでも紹介したんですけど、このビューティープラスです。ビューティープラスは自撮りもパーツ編集もできるんですけど、今回は自撮りしたいと思います。近くない？いいよ。どこしよう。いい感じ。うん、ビューティープラスは少しなんか肌がなんていうのかな、ぼんやりして肌が磨かれる感じです。はい、3つ目はこのフーディー。私は食べ物撮る時も自撮りもフーディーを使うことが多くて、フィルターがこんな感じで選べるんですけど、私が好きなのはスイートワンっていうこれです。これです自撮りの時はこれだけど、食べ物撮る時はいろんなレパートリーでやってます。あ、すごい、めっちゃ盛れるよねこれ。フーディーは唇の色とかが、なんていうのかな、色がすごい鮮やかで、髪の毛の色とかも変わるんですよ。で、めっちゃ盛れるのでいい感じです。今撮ったのは3つなんですけど、これがフーディーで撮った自撮りで、これはビューティープラスです。これがスノーです。大体の自撮りアプリはこんな感じでクマになったりとかできるんですけど、カメラアプリは色がいいのでスタンプ使わなくても盛れるのでおすすめです。じゃあ次はアリア。はい、私の盛れるアプリは一つ目は B612 です。 B612 はスノーと似てるんですけど、画質も選べるし何もしなくても盛れる撮ったやつです。いっぱい色が選べるのでいいと思います。二つ目は LINE カメラです。 LINE カメラは私はフェアリーテールにして夢かわ系にしています。撮ろう。あ、めっちゃいい。めっちゃ色綺麗やこれ。 LINE カメラで撮ったのがこれです。フェアリーテールで撮りました。このこれとそれがめっちゃいい。服に持ってるいろんな色を選べるのでいいと思いますで、 LINE カメラは修正とかにも使うので便利です。はい、で最後の漏れるアプリはカメラ360です。これはすごくて、このなんかいろんな、これなんて言うんだろう、フィルターがあります。で、ノーメイクの時とかリップ、チークとか眉毛とかまつ毛とかって、ノーメイクだけど盛りたいっていう時はこれを使ったらめっちゃ盛れるのでおすすめです。はい、はい、2人で今から相談して2人の中のアプリで良かったので最後に自撮りをしたいと思います。どうです、フェアリーテールか、すごいめっちゃいいんだよね。一番おすすめなのが決まりました。 LINE カメラです。フェアリーテールが可愛いよね。ね、トロピカルも可愛いです。いろんなフィルターがあるので、まあ、自分に合ったフィルターも見つけられると思います。じゃあ私のオリジナルとフェアリーテール比べてみましょうじゃあオリジナルで自撮りします。はい、オリジナルで撮るとこんな感じになります。まあ普通、まあ普通ですね。私のおすすめのフェアリーテールで撮ります。色が全然違う。こんな感じです。なんか夢かわ系で可愛いです。違いがわかります。わかりやすい。フェアリーテールすごい、目の色がカラコンみたい今日私たちが紹介した漏れるアプリをぜひ入れてみてください。今日の動画はここまでです。もしこの動画がいいと思ってくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。